シーズン2第29話、エドワードと新しいレギュラーメンバーというお話です。それではご覧ください。どうぞ。よし、スプラッタードどっち、オッケーだ。メビスとルク一緒に行くよ。今日はトップハム発表から機関庫の整理を任されているんだ。鉱山鉄道の方だってさ、どこらしいよね。メビス、ディーゼル店だけ完全に浮いちゃってるけど、みんなディーゼルたち仲良く頑張ってね。さあ、後ろにあるレバーを力強く持ち上げて一緒に出発する練習をしてみよう。どうぞ。よいしょー、スプラッターとどっち、上手上手。よし、お前たち、リンゴとみかんを取りに行くぞって無視されちゃってる。さあ、みんなで採石場の方に出発だ。よいしょと、これでいいのかい。僕の言った通りにしっかりやってくれたね、スカーロイ。そうだよ、手前のオレンジの機関庫には今日明日働く機関車、そしてしばらく働かない機関車は奥の機関庫にしまうんだ。ルークとメイビスもそこに入ってね。あれ、ここもなんかディーゼル臭いと思ったらラスティー。スカロイ、俺の方を前向きにしてくれ。いや、スカロイ、このままでいいよ。マイティとマック、どっちを前向きにするかはスカロイ君に任せるよ。さあ、スカロイ、後でこっちへ来てくれよ。ちー、本当に俺たちの出番が少なくなっちまったじゃねえか。また蜂に刺されてみんなの注目を浴びようかな。トンネルの中に隠れてやろうかな。聞いていたけど、そう怒らないで、落ち着いて落ち着いて。エドワード、レギュラーメンバーのお前に何がわかる。この勝負だ。必殺エドワード。1868年は王政復興の大号令。なんて言ったんですか。ジェームス、ゴードン、ヘンリー、心配しなくても大丈夫だよ。トップハムハット卿に君たちを主役にしたストーリーを作るように頼んでおくからさ。ほ、本当か。エドワード、約束だぞ。なんか毎回言ってるけど、機関庫のシーンって久しぶりだよね。再現動画等々で忙しかったですからね。なんかこのレギュラーメンバーもマンネリ化してきたって感じ。レギュラーメンバー総選挙やるか。いやいや、総選挙なんてやらないよ。さあ、最後はここの機関庫だ。みんなに一つご報告があります。僕はヒロと同じぐらい昔からこの素道島で働いているんだけどね、機関庫には賢いヒロもいるし、僕は素道島のあちこちでこのパーシーストーリーを支えていこうと思います。これからのパーシーストーリーにはぴったりの機関車がいると思うんだ。3月をもしまして、エドワードはレギュラーメンバーを卒業します。バイバイよ。エドワード、レギュラーメンバーから外れちゃったよ。一体誰がこの機関庫に入ってくるの。あれ、なんかちっちゃいのが来ましたよ。あれはスカーロイだ。いや、エドワードに誘われてね、ここから都道鉄道と鉱山鉄道を見守っていこうと思います。どうぞよろしく。3月4月は人が出たり入ったり忙しいけど、トップハムハット卿は？そういえばいない間に勝手にこんなこと決めちゃってよかったのかな。とりあえず今日はこの辺で、バイバイよー。